皆さん、恋でお悩みではないですか？世の中に飛び散っているあの好き嫌いの恋愛相談、あの悩みをすべてこちらの大先生が解決してくださるということで、はるちゃんの恋愛相談室開幕でございます。するしない？では続いての質問です。彼女のことが好きなんですが、女心がよくわかりません。最近前ほどは連絡も取らなくなって、この後ね、どうしたらいいのでしょうかという、かなり重い深刻な質問が来ました。文章は短いですけど、はい、もう気持ちがよく伝わってくる。女心はね、女心と秋の空でしたっけ。はい、うん、ありますね。変わりやすいんですよね、本当に。あの女心ってよくこう繊細だったり、うん、あのよくわからないって言うけど、うん、そんなですか。まあ女心っていう、私ちょっとそこら辺ちょっと本当にあの、うん、これ疎くて女ですけどごめんなさいね、本当に。あのね、あの究極の二択はやるんですよ、好きなタイプ。あのねえねえ、このさ、うん、何々とこっちの何々色違うんだけど、どっちがいいと思うっていう、あの女子の中では答えが決まってるけど、相手にどっちがいいか聞くっていう、あの無駄なプレイ、はい、あれはね、私結構好きなんですよ、うん、あの無駄なやり取り、うんうん、あれって男性からすると、うん、ほぼ決まってるやんみたいな。なんで聞いたみたいな。あれ、なんで究極の二択やらなきゃいけないのみたいな。で、その一生懸命考えた二分一外す、うんうん。え、私こっちがいいと思ってた、ね。その時に、俺もこっちだと思ったみたいなので返すけど、うんうん、あの男性の心の中では、うん、今の時間返せやみたいな。っていうのか、聞かないよそうみたいな。あるっていうのは、はいはい、かなりあの昔から聞くんですよ。そうですね、はい、若い頃から、うん、あれはね、確かに女心の面倒くささが出てるワンフレーズかなとは思うんですけど、うん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 、でも彼女ですよね。そうなんですよ、これなんかそういうか、女心よく分からなかったことが積み重なっての今なんでしょうね。前ほど連絡も取れてないっていう、うん、なんで取らなくなっちゃったんでしょう。分からないから、女心分かんないからじゃないですか。春野先生、はい、女心ってどういうふうにこう考えて操作していくというか、うん、理解してあげたらいいんですか。理解されたいわけじゃないと思うんですけどね。なんかまあ分かってほしいって、言わなくても分かってよみたいなのはね、女心でよくあったりしますけど。理解とはちょっと違うんだ。なんだろうな、また難しいじゃないですか。聞いてほしいだけの時もあるじゃないですか。ありますね、はい、何か解決策を求めているんではなく、聞いてほしいだけの時もあるし、言わないけど分かってほしい時もあるし、これどう思う、うん、って問いかけたくせに、うん、どう思うかの話別にいらない、いらないんですよっていう、あの謎なプレイもありますよね。迷宮じゃないですか。そう、迷宮なんです。でもだから分かんないっていうのは、分かんないっていうことが分かります。じゃあどんな風にしてほしいですか、うん、もしこう悩みを相談されました、はい、相談、相手の男性には相談、うん、しました、うん、そしたら、うん、どんな対応をしてもらえるのが一番無難というか、当たり障りなくうまくやっていける関係性になりますか。相談、え、私がするってことですよね、はい、私がしたら、まあうんうんって聞いてくれればそれでいいんですよね。相槌を打つ、相槌打ってもらって、そっか大変だったねとか、あー分かるって言ってもらえればそれでいいんですよ。相談事は基本それでいいと思います、はい、基本的にあの何か聞いてもらいたい話だったり、相談事をされた時には、うん、まず相手の話を一生懸命聞く、そして同意をしてあげる、うん、それ以外のこう女心が繊細な時ってどうしたらいいんですか。態度に多分出てると思うんですよね。あの聞かなくても分かってよみたいな、はい、なんかこういう私こうだったから分かってよみたいな時って、絶対何かしら態度には出してるので、
その辺をちょっと注意深く観察してあげるといいかなと思います。なんかちょっといつもと表情が違うの、暗いなとか、いつもテレビ見てるのに今日は見てないなとか、そんな些細なことでも、そこでな、どうしたの、なんかあったって聞かれるだけでも全然違くないですか。聞いてもらいたいんですよ、本当に。なので、なんかちょっとおかしいなって思ったら、今日なんかあった、疲れてるとか、声かけだ、そうです、してもらえると、あの、なんか今日ちょっと機嫌悪そうだからちょっと触んないでこうみたいなのは一番良くないです。聞いてあげてください。ちょっとすいません、はい、先生、一回耳塞いでてもらっていいですか。一度男性の心を私が代弁したいと思います。マジめんどくせえ。すいません、ありがとうございます、はい、いや結構、うん、あの繊細で女性の扱いって大変ですね。そうなんですよ。声に出さないのにその変化には気づいてほしい。気づいてほしいです。そしてなるべくそのお前よくわかんねえよともし思ったとしても、うん、それは態度には出してはいけないってことですね。ダメです。もうさらになんかもう気がめいって、じゃあ連絡を減らしちゃうのもダメです。ダメです。あかんじゃないですか。あかんですよ。だからこれは連絡はしなきゃダメです。なんで私こんなに悩んでるし待ってるのに連絡が来ないのかし、私のことどうでもいいのってなるんです。一度こう向き合うことが大事ですね。そうですね。かなりあの女性はね、いろいろこの感情のあれもそうですけれどもね、本当繊細ですから、はい、皆様あの本当にこう子猫ちゃんのように優しく扱ってください。はい。花先生、今日もありがとうございました。花先生、続いての質問です。はい、ひなさん、はじめまして。はじめまして。YouTube 見てます、ありがとうございます。特に匠が好きで更新をいつも楽しみにしてます、うん、ありがとうございます。ハン先生、ここから質問でございます、はい、質問です。実は彼氏が何か隠し事をしてるみたいなんです。なんと。最初は確信はなくて直感だったんですけど、最近急にスマホにロックをかけ始めたりしてて、こういう時ってはっきり聞いた方がいいんでしょうか。かなりこれもまた深刻な、春菜先生に来る質問、かなりちょっと深刻すぎませんか。深刻ですね。だいぶこう最初直感だったんですね。まずちょっと確信に迫ってもいいですか。はい。今までロックをかけていなかったスマホ、はい、こちらに急にロックがかかった、はい、白ですか黒ですか。白と黒あった。おーすごい。あのこっちよりのグレーじゃないっすかね。まあわかんないですよ。え、そんなグレー寄りなんですか。グレー、よくあの芸能界でオフホワイトとかこれぐらいで言うんですじゃあこれぐらいですか。これぐらいですね。結構まあ黒にちょっと白入ったかなぐらいだと思いますけど、ね、大変じゃないですか。だって急にかけるっておかしくないですか。スマホにロックってされてます、うん、あ、それしてますしてます。最初のなんか設定がもうそうでしたよね。なんか何かあの彼氏がいてとかそういうことですか。え何て、何人かも彼氏がいらっしゃって春菜先生はロックをかけてる、はい、ではないんですけど。よかったです。ご集中です。あの私も今携帯にロックはしてるんですけど、もともと私もロックは全くしない派だったんですよ、はい、でも、うん、あのこのいろんな環境でお仕事をするので、うんうん、その職場もそうですけど、うん、あの個人情報、あとはもしこう亡くなった時にすぐにこう何かされた時に危ないから、うん、ロックはしっかりした方がいいよという周りの先輩たちのお声もあってかけたタイプなんですね、はい、それまでねずっとあの春野先生もご存知の通り私の携帯本当にガバガバで、誰が触っても開くし、でやっとロックかけたよ愛ちゃんって聞いたら、愛ちゃん番号は0000みたいな、そんな私だったんですけど。危ないですよ。ですよね。って考えると、はい、そういうセキュリティとかどうかもあるじゃないですか。セキュリティ、こういうタイプがいきなりかけたら、あ、周りの人から言っていただいてロックかけるようになったんだなって思いますけど、はい、彼ですよね。仕事されてるかもしれないですけど、
これははっきり聞くというのは、うん、白ですか黒ですかみたいに聞くよりも、うん、まずロックをかけたことについてちょっと聞いた方がいいかもしれないね。え、うん、軽くですよ。あの番号聞いちゃダメですか。番号、ああロック、あ、いいと思います。いいんですか。え、いいと思います。聞かれるのってどうなんですか、男性目線から。はい、ね、えロックの番号を教えてよって言われるのどうなんですか。どう思います。見られるんだろうなと思いますけど、やましいことがなければ見れますよね。え、まず携帯を見る、はい、勝手に見る見ないとかって、うん、するしないみたいに言いましたけど、あれはどうなんですか。見る見ないってやつですね、うん、どうですか。見ない方が自分のためにもいいと思う。先生見ない派。見ないです。見たからってなんかいいことってありますかね。ゼロです。ないですよね。何もおそらくないです。あの、はい、何も発掘できなかったことがいいことなのかよくわからないし、そうなんです。見た後にこう、うん、よくわかんない罪悪感になってもね、はい、嫌だし、うん、でどの異性と多分連絡を取っていったとしても、まあやっぱり1対1の会話なんで、お友達でもちょっとね、なんかこう近しい会話をしてるわけじゃないですか。いいことは何もないと思うんですよ。え、じゃあ確認を、確認ってどうしたらいいんですか。本人に聞くんですか、うん、ロック なんでかけたのかっていうのをまず軽く聞いた方がいいですね。あ、ロックかけた理由を、なんかロックかけ始めたんだみたいな感じで、え、番号何にしてんの、私の誕生日かなみたいな。違うと思うそんな軽いノリで、軽いノリで一回ロックのことは聞いてみた方がいい。恋愛のアドバイス、はい、最後に一つ何かいただければなと思います。なるほど、はい、ではお願いします。一言言わせていただきます。早いうちに決めろ迷ったら負けだ。以上でございます。原田先生、本当に本日はたくさんの質問に答えていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ご自身の傷跡に塩を塗るような最後の感じ、ぬりぬりしました。心に響きました。だから悩んでるとこがね、はい、無駄ですよ。もう悩んでる時間があったら行動に移した方がいいです。悩んでても何も変わらない。行動に移したら何かが変わるし。これは己に問いかけているんでしょうか。そうです。ですがね、皆さんもぜひ、うん、麻雀を通じてでも構いませんしね、うん、たくさん出会いの場はありますし、これからもぜひこの百戦錬磨の春野先生に恋のお悩みありましたら、ぜひこちらにどしどし解決はできるんです。はい、人様には言えます。自分のことはよくわかりません。はい、そんな春野先生でございました。はい、本日も素敵でございました。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、皆様最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。本日も麻雀牌は出てきませんでした。でしたね。はい、はい、ぜひまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。